皆様こんにちは。今回は Google アシスタントの入線入力をキーボードに設定する方法と利点を解説させていただきます。 Google アシスタントは通常では音声入力が優先入力に設定されていて、 Google アシスタントを起動して話しかけるとすぐにアシスタントを受けることができるのですが、Google アシスタント起動時に音声入力ではなくキーボード入力を優先入力として設定することもできるようになっています。キーボード入力を優先入力として設定することですぐにテキストで入力を行うことができるようになることはもちろんですが、返ってくるアシスタントも画面表示のみとなり音声では返ってこなくなるため、例えば電車内などの静かにしておかなければいけない状況で利用する際に適している点が利点です。Google アシスタントの優先入力をキーボードに設定する方法は、 Google アシスタントを起動して右上のメニューアイコンをタッチし、設定をタッチします。表示される設定画面の端末カテゴリーにある機種名やスマートフォンなどの項目をタッチします。表示されるページ一番下の優先する入力がその項目です。タッチしてキーボードを選択すれば完了です。これで Google アシスタントを起動した際に文字入力を優先して行うことができるようになります。 Google アシスタントをなるべく無音で利用されたい方は、優先入力をキーボードに設定することがおすすめです。またもちろん音声入力でも利用は可能で、その場合はアシスタントも音声で返ってくるので状況に応じて使い分けるようにしてください。以上、Google アシスタントの優先入力をキーボードに設定する方法と利点の解説でした。